インターネットラジオ Good Air ドコン熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ ケンタロウ中村 1,2,3 なんかあっちゅう間に雨が上がりまして、石見銀山もあるんですけれども、ちょっとここは放置して先に進んでいきましょう。ちょっとローソンによって生茶の無料引き換え券があるので生茶ゲットしてきます。これだ、ただいまです。はい、ゲットしてきました。生茶リッチだって、生茶リッチ2本無料でゲットしてまいりました。はい、どうぞ。で、そしたら今度ね、ココア飲みたいなと思ってたまたまこれ買ったんですよ。そしたら無料券出てきました。こっちは12日から交換できるそうなので、はい、嫁さんにまた渡しておきます。そして私痛風なのでね、1日1回牛乳飲まないと膝がとんでもないことになる可能性があるので、はい、牛乳飲んで元気に頑張ります。乾杯。もう走り出したからおとなしくしてますよ、うちのミッキーあー、うまい。ゴミが溜まりすぎてたんで、ローソンのお姉さんにすいません、車中泊してるんでゴミ捨てさせてくださいっつったら、どうぞーって言ってやりました。よかった、もう本当によかった。もうゴミで溢れるかと思った。ここしゃあ、今日の昼飯来ました。三べそばと押し寿司でございます。ちなみに嫁子は三べそばと天ぷら食べようか。いただきます。どこ、押し寿司か。お、でかいね。よっ、うん、いただきます。うん、美味しい。椎茸もめっちゃいい仕事してる。美味しい、押し寿司。うん、いただきます。お、うん、でツルツルで弾力がある。美味しいね。もうすげえ美味しい、このそば。買って帰る。買って帰ろうか。これツルツルしてんのに弾力ある。え、こんなん初めてや。滑るように入る。うまいです、うん、ありえん。飯食ってる間に晴れた。こんなことある。あんた俺の漬物全部食ったね。あった。バク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 食ってるなと思ったら美味しかったもんね。漬物大好きだ。この漬物うまかった。はい、完全に晴れました。でもまあ空を見るとね、移動すればまた降ると思いますけど、いい天気になっちゃった。ミキさん、出雲に行く前に復帰してメンテナンスを行った後、ちょっと車の前の席で席じゃないね。ここで現在日光浴中です。曇ってるからね、ちょうどいいね。じゃあちょっと一時ミッキーさんこのままの状態でやめようか。危ねえな。あ、危ないからやめようかな。いつの間にか富山県来たのかと思った。富山入り口って書いてある。Thank you for your listening. Good Air Dokkan.
Stay tuned。 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオ Good Air の YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったり、メールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。